さんこんにちは、のってんです。メガル最高級ですね。じゃじゃーん、まるで金属、話題のペンでメタルスライムが作れるのか実験してみたいと思います。メタリックメタリック。はい、こちらの話題のペン、どんなものかというと、塗ったものがギンギラギンに輝いてまるで金属みたいになるっていうやつなんだって。で、本当はガンダムとかプラモデルを塗って鉄みたいにギラッとさせるっていうやつなんだけど、今回はこれにスライムを混ぜたらメタルスライムになるのか実験してみたいと思います。まあ、理想としては溶ける鉄みたいな、そんな感じ。さあ、果たしてメタルスライムは無事に出来上がるのか、早速やってみましょう。はい、今回使う話題のペンがこちら、ガンダムマーカー EX だって。あ、じゃあもう本当にガンダム用に作られたマーカーなんだね。で、どうやらこれはアルコール系インクみたいです。アルコールってさ、スライムとの相性どうなんだろうね。ちょっとここ大事なポイント。よし、じゃあまずスライムと混ぜてみる前に、普通に塗ったらどんな感じになるのかなっていうのが気になるんで、じゃこじゃん、おい、きついた。この義勇さんをギンギラに塗ってみようと思います。あ、大丈夫だよ、みんな心配しなくても。うちにはね、この義勇さん3匹いるんで、1人ぐらいね、鉄になっても大丈夫だと思う。お、俺が鉄になるのか。俺鉄は嫌だよ。お前ら、お、俺だって嫌だよ。私も嫌だな。どうすんだよ、俺だって嫌だよ。ぐーるるるる、しょうがない、私が鉄になろう。あ、ありがとうございます、義勇さん。なんか一番かっこいい感じの義勇さんが鉄になることになりました。ありがとうな、義勇。やれやれだぜ。よし、じゃあ1本開けてみて、じゃこじゃん。まずは振る。ゴー。なんか別にこれ多分早ければ早いほどいいとかじゃないと思うんだけど、私結構全速力、自分でできる最高な速さで振りがち。これが私の最高の速さ。そして、義勇さんの上で押す。ゴー。どうかな、どうかな。まだ出てない、まだ出てない。何回か押した方がいい。何回か押して、あ、来てる。あ、出た。はあ、すごい。待って、これ想像以上にすごいかもしれない。キユさん、塗っていきます。メキ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 。うわー、これは鉄になるのか。うわー、やばい。キユさん、すごい。これもうギラギラ、ギンギラなんだけど、なんかかっこいいね。悪い魔女に鉄にされてるキユさんって感じ。すげえ。よし、じゃあこの調子で半分塗っちゃいます。ちょうどね、半分ぐらいにしたら、このギウさんのビフォーアフターが分かりやすいと思う。すごいんだけど、ちょっとこれ、おお、奥さん、うーわ、すごい。これは話題になるわ。なんかね、ツイッターですごいバズってて、私が買った時もね、もう売り切れ間近みたいな感じだったんだよね。これは買うわ、買ったもん私。すげえ。はい、こんな感じになりました。いや、これすごいね。もう完全に鉄。うわ、義勇さんかっこいい。ありがとう、のってん。のってんのおかげでこっち側は最強の鋼になったよ。何の攻撃も効かない。俺らもやってもらえばよかったな。まっ、はい、ということで、ちょっとね、好奇心で甲羅も塗ってみました。それがこちら。じゃじゃーん。すごくないこれ。ちょっとね、私びっくりしちゃった。もう元々がコーラってわかんないぐらいギラギラ。下手したらさ、なんかちょっと鏡にもなりそうだよね。あ、映ってる映ってる、すごい、手が映ってる。ちょっと待って、私の顔も映りたい。私の顔もどうしたら映る、どうしたら。あ、映ってる、これ私です。映ってるかな。やっほー、おー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 、映ってたかな。すごい顔近づけてます。どうなってる。よし、じゃあ次は本題のクリアスライムだね。で、このクリアスライムに直接はね、ペンで描けないなって思うんで、このラップの上をペンで塗って、そのインクをスライムで取ろうと思います。よし、じゃあまずラップを切って、あ、ちなみにこれコストコで買いました。私がいつも愛用してるドデカラップです。僕、ドデカラップおすすめだよ。よし、じゃあこの辺に敷いて、このペンで描いていく。よし、じゃあせっかくだから銀にまつわるもの書いていくかな。銀にまつわる、やっぱ銀といえばこれ。待って、破れた破れた、破れてる。ごめんね、僕破れちゃったみたい。あ、いいんだよ、ラップくんのせいじゃない。私がね、すごい質圧濃くブー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 ってやっちゃったから破れちゃった。ごめんね、ラップくん、全然気にしなくて大丈夫だから。ありがとう、ラッテン。おい、絞り袋持ってきました。これなら大丈夫でしょ。じゃあやっぱ銀と言ったらあれだよね。私の中で銀と言ったらあれなんです。てってくれてて。は
はい、できました。銀の折り紙。やっぱ銀といえば折り紙だよね。折り紙の中でもさ、金と銀ってすごい大事に使うじゃん。ていうか逆にさ、これ普通の紙に塗ったら銀折り紙をめっちゃ量産できるかもしれない。あ、やべえ、発見しちゃった。大発見、消される。でもこのペンは1本600円だから、一生懸命白い紙を塗るより銀の折り紙を買った方が安いのでは。そう思う、持ってんであった。よし、じゃあね、いい感じにギラギラに塗れたんで、この部分にスライムを乗せてみようと思います。さあ、これでメタルスライムができるかどうかだよね。よし、じゃあまずはスライムをポヨーと取って、うわー、超綺麗。おー、これをサササッと取って、よし、オッケー。で、この銀の部分に乗せると、ペタ。さあ、どうなるどうなる。これを回収していく。回収。良さそうなんだけど、スライムが銀ピカに光っている。うわぁ、ちょっとこれ一生懸命馴染ませていきます。メタルスライム爆弾乗るか。あ、でもさ、見て、意外と乾くのが早いから、もうこの絞り袋に結構ついちゃってるな。丁寧に銀折り紙作ってる場合じゃなかった。これもうサッと塗ってサッとつけないと。じゃあちょっと反省点を踏まえて、もう一回この辺にインクを出して、サッとつける、さっとつける。ほっ、どう、いいかもしれん、いいかも。このさっと塗ってさっとつけるっていう作業を何回かやらないとダメかも。意外と1回に出るインクの量が少ないんで、何回もやっていきます。さささささー。と、なんか取れた。はい、ということで2本分塗り終えました。なんか微妙だね。なんか微妙だね。いや、一応ね、一応メタリックっぽい感じにはなってるんだよね。でも義勇さんと比べると歴然、なんか違う。なんでだろう。一応ね、スライムが溶けたりはしなかったから、アルコールとかは特に大丈夫だったみたい。でもなんか思ったよりギラギラにならなかったというか、灰色？いやー、いけると思ったんだけどな。なんか個人的には結構悔しい結果になりました。いや、でもさ、ここに着色料足したらもしかしていい感じになるかもしれないよ。紫とか入れたらさ、なんかメタリックとかになるかもよ。ちょっと着色料持ってきます。どうかいい色になってくれ。これでね、いい感じになったらもう私はそれで満足。せめてこれでいい感じのギャラクシースライムみたいな感じに。いけー、ピョー。さあ、お願いします。このメタリック銀ガンダムマーカーがいい味を出してくれますように。ちゃ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 ーん。どうだどうだ、これは。あ、でもちょっといい気がする。このまま回したらいい感じのメタリックギャラクシースライムが完成するのか。ちゃ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 、どう。いや、悪くない悪くないよね。もうちょっといるよ、もうちょっと。今じゃね、まだ銀が強すぎるから。銀が、ギャラクシースライム、銀河スライムなんだけど、銀がそんな強くない方がいいんで。どう？いいよね？結構綺麗じゃない？いや、よかった。これでさ、着色料を混ぜてなかったら、変なグレースライム完成みたいに終わっちゃうとこだったけど、着色料を混ぜてね、無事ギャラクシースライムができました。すごいギャラ食ってるよ。キラキラーン。はい、ということでまとめると、話題のペンでメタルスライムは作れないけどギャラクシースライムは作れるでした。イエーイ。はい、ということでいかがでしたでしょうか。このペンでスライムに色付けするのはおすすめかおすすめじゃないかっていうと全然おすすめじゃないんだけど、普通のね、こういうコーラとかフィギュアに塗るっていうのはめちゃめちゃおすすめなので、ぜひね、気になった方は試してみてください。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございます。チャンネル登録ポチ、グッドボタンポチ、よろしくお願いします。それでは、じゃあねー。